はい、どうも皆さん、こんにちは。藤代と申します。トゥザムーン実況プレイ、続きやっていきたいと思います。今回で多分最終回になるかな。ちょっとどうかわかんないんですけど、続きやっていきましょう。エヴァが作ったね、世界に、前回から来まして、なんとジョニーが宇宙飛行士になった世界になっちゃっております。これがエヴァの望んだ世界なのかな。さあ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 、やっていきましょうか。これからどうなるのかね、さっぱりわからないけど。お、案内の担当が来ますので、少しここでお待ちください。いやー、受かったんだね、ジョニー宇宙飛行士。悲しいけれど、すべてはあの女の子が原因だったんだ。うん。あの時、私が考えていたこと、当たった？悲しいけれど、すべてはあの子が原因だったんだな。ねえ、いつものあんたに戻りなさいよ。ああ、そうだな。いやー、ニールはね、この世界はあんまり賛同はしていないみたいですね。やっぱり、これはやっぱ嘘くさいっていうかね、都合良すぎだろって多分ニールは思ってるんだろう。これは本当の幸せじゃないって。調べられるか。ここにもメモリーリンクがあるのかね。どこにあっかな。でも俺もそう思うんだよな、ニーレみたいにさ、これちょっと都合良すぎだろって思うんだよ。ね、本当に助からなかった命をさ、助けて、まあ、なんだろう、記憶をさ、本当になくしてた記憶を戻した段階で終わりにしとけば俺は良かったと思うんだよな。それも正しいかはどうか分かんないけどね。絶対正しいってのがないから難しいところですけど。あれ、いけないな。どこにも、あ、メモリンク1個必要。こっちにあるかな？取り逃したかな？ね、難しい話だわ。考えさせられるね、ちょっとね。もし仮にね、現実でもさ、こういう機会ができちゃったとしたらって考えるとさ、ちょっと考えさせられちゃうんだよ、本当に。ね、人間の脳をごまかせちゃうっていう、恐ろしいけど、まあ、幸せにできるっていう考え方もあるから。いやー、難しい。お、頼りない男が宇宙飛行士になるまでの物語。ジョイ・ワイルズ長。ほうほう、トゥー・ザ・ムーン。こんなもんがベストセラーって夢みたいな話だな。ほんとだよな。これは現実じゃないからね。そうなんだよ。現実じゃないんだよね。大幅に変えちゃってるからね。仮想の世界で。さあさあ、一個手に入れたんで、こっちに行ってみましょうか。ここは？メモリーリンクが4個必要。臭いなあ、この世界なあ。まあね、空想のさ世界ではいいだろうけどさ、これを現実としてさ捉えて死んでいくってなんかちょっと悲しいよな。僕らが巨大化したのか。あ、エレベーターが小さいのか。4人しか入れない。1階2階3階4階。どこに行けばいいんだ。ここ1階かな。2階行ってみっか。おお、すごい。NASA って、本当にこんな感じなんかな。中身全然わかんねえや。想像したこともないわ。あ、ミッションコントロールセンター。これはね、なんか宇宙兄弟かなんかで見たことあるよ。かっこいいね。ここであれでしょ？指示出したりするんでしょ？パイロットとかに。飛行士とかに。今はそれほど稼働していないが、まあ、そのうち動き出すだろう。なんだ？JULIA、ジュリアが見られると思ったのに。ここにはいないか。え？何が？とにかく行きましょう。ジュリアってなんだ？ごめん、俺もわからないわ。何のことか。こっちは、なんかありますかね？何もなさげかね？一個出てきたから。他のとこ行ってみますか。こ
は行けないか。じゃあエレベーターで次3階行ってみよう。ところで20世紀の月面着陸ってなんか怪しいと思わない？ちょっとやめてよ、話をややこしくしないで。急になんか別の話持ってきたね。お、君のテスト結果は素晴らしかったが、今後の結果についても見ていきたい。すごい、結構成績優秀なんかな。この辺は何もないか。これなんだろう。これは遠心器だ。あー、これずっと入ってるとあれか、チーズがさ分解されるみたい。あ、違う、チーズになっちゃうってやつか。運よく選ばれればこのきつさとご対面できるだろう。人が入るやつか。一応ぐるぐる回るやつね。ここでもない。何の話をしてる。行きましょう、もう時間はない。そうなんですよね、時間ないんだよ。もうこれ真っ赤なんだよ、もう。死にかけなんだよね、ジョニーが。一応手に入れたから行っちゃっていいかな、別のところ。うん、何もなさそうだな。じゃあ次4階。いやーね、NASA でもさ、ワクワクしない恋の男の人って特に。これなんか秘密基地みたいでさ、NASA なんてさ、わかんないじゃん、どうなってるかなんてさ。NASA のエレベーターは本当はもうちょっと大きいんでしょうね。まあ一応ここは仮想だからね。誰かの想像した NASA なんだろうな、エヴァかな、ジョニーかわかんないけど。ジョニーかな、ジョニーの想像した NASA が、これなんか。でもワクワクするよ。お、すごい、ロケット、ロケット。うわー、すごい。本当に NASA ってこんなになってんかな。シャトルの一番の見どころってどこか知ってる？どこ？一番上か一番下。見えないけど。確かに、肝心なところが。一番いいところを見られないなんて残念だね。確かにてっぺんが見えないと台無しね。ま、修理が終わったら見られるでしょう。修理中なんだ。これはこれでレア感があるね。お、出てきた出てきた。でここかな。シャトルは絶賛修理中だ。今はここから見られるだけだ。まずいな、何か見落としたか。さっきから何言ってんの？コミュニケーションしようよ。そうだね、さっきからずっと独り言ばっか言ってんね。何か探してる？メモリーリンクってわけではなさそうだね。さあさあ。一応行けるとこは全部行ったと思うんだけどな。見落としてる？一回行ってみようか。こっちは行けない。ん？こんなとこあったっけ、さっき。なんか偉そうな人がいそうな部屋に来たな。室長とかがいそうだ。本物の NASA はこんな感じなのかな？違うでしょうね。ここはジョニーの記憶が作ったものだから。お！正解、僕、やった。そうか。既存の事実も個人の幻想で味付けされるんだったな。すごいな。何でもできちゃうじゃん、じゃあ。本当に思い通りってことか。鳥の声は聞こえるが、鳥の姿は見えないな。ごめん、ニール。うまくいくと思ったんだけど。何が？ここが休憩所だ。ここ休憩所だったんだ。彼はデイビッド、ミッションスペシャリストだ。はじめまして、ジョンです。まあ、少なくとも NASA には入れた。月まで行けるかな。まだここから宇宙飛行士になるには数年はかかるわね。
急ごう。最後のリンクを探すんだ。フィナーレを逃したくはないからね。お？なんだ？タイムオーバーか？どうだろう？ドックンドック言ってる。お？これは、君にも紹介しておこう。もう一人の新人さんだ。リバー？リバーだったよね。ようこそ、NASA へ。いやー、ここでご対面か。こんにちは、ジョンと言います。やった。エヴァはこれを計算してたんかな。もう無理かと思っ、どうなってんだエヴァ。彼女は消されたんだろう。いえ、言ったでしょ。移動させただけ。その後、彼女がどうなるかは彼女次第だった。でも、公開データとジョニーの記憶に基づいたこの新しい世界に、リバーのデータそのものは公式に記録されていなかったけれど。つまり、ジョニーが作り出したのか？それにしたって可能性としてはあまりに低いぜ。ごめん、俺ちょっとついていけてないわ。彼女次第って言ってたけど、結局ジョニーが作り出したってことなんじゃないの？ダメだな、よくわかってないな。うまくいくってわかってたのか？一応記憶の中でも時間は流れてんのかな。こうならなかったらどうするつもりだった？あんたの弱みは絶対にリスクを背負わないところ。この勝負、私の勝ちね。ヘッドギアって予備が2つあったよね。ジョニーには招待したい人がいるんじゃないかしら。これが本当に幸せなのかは、わかんないよ、エヴァ。正解はないからね。あ、トゥーザムーンじゃん。そうだよ、この曲は誰が作ったってことなんだ。本当だったらね、ジョニーが作ったってことになるんですけど、過去が変わっちゃったら、からどうなんだろう。これ自分で作った曲なんだって。弾いてるのジョニー？これ。同じ音が繰り返されてるだけに聞こえるけどね。なんていう曲？ To the Moon。 あ、To the Moon。 あ、そうだ。ごめん。For the River だね。俺が言おうとしてたやつは。ジョニーが作った曲は For the River。 こっちで題名が変わってんだ。 To the Moon に。すいません。訂正します。いいタイトルね。弾いてんのやっぱジョニーだよな。すげえ、全く同じ音だ。題名だけ変わって。あ、これな、誰、ドクターとリリーさん？あ、見せてんのか、この光景を。ああ。ああ。時がのぼ、また、経って。うん。これは、どこだ？ NASA なのか？おや、ここにいたのか。ゆっくり休みなさい。明日は大事な日だからね。
また泣きそうになってきた。ん？これどこだ？レインボーブリッジ封鎖されてんな。織田裕二がやってくれたんかな。見たこともない場所に出てきたな。お父さん、僕も宇宙飛行士になりたい。お前も、いつかなれるさ。ほえー。ほえー。これは勝手に喋ってくれる感じかな、通り過ぎたら。セリフがある人は。あ、ここに。あ、これイザベルとニコラスか。本当にやれたなんて思ってた？君は？思ってなかった。あの子の感じからして無理だと思っていた。でもそれは見当違いだったわ。よくやったよ。うん、とっても嬉しい。あ、エヴァがあんなとこに座ってる。ジョイ、あのシャトルに登場するのは僕の弟なの。ああ、発射の日かこれ。すごい。うん、一度小説にしたことがある。前にね。ちょっと悲しい結末でね、もう一度書き直した方が良さそうだな。バッドエンドにしたのか、あの本は。もしかすると現実のジョニーの話を本にしてた可能性もなくはないよね。バッツ先生、ありがとう。リリーだ。ここへ招いてくださってありがとう。いやいや、言い出したのはエヴァですから。月に来たがっていた理由は分かりましたか？もちろん。それで、何があったのですか？まあ、つまらんドラマが次から次へと大変でしたが、最後は丸く収まったってことですな。おさっぱな説明。そっか、マニールも、あれだよな、実はこんな話し方してるけど、結構センチになっちゃったからね。柄でもなく。実を言うと、昨晩は何度か、もうダメだと思った瞬間がある。マジか。それでも彼は、心の底であなたたちを待っていたんだろう。よく我慢してくれましたよ。その甲斐があったみたいだね。もう行きなさい。お仲間が待ってる。確かに本当にさ、危ない時が何回かあったよね。さあさあ、エヴァのとこに行きましょうか。ここからの眺めが一番素敵。道路を封鎖してまでやってるからね。本物の道路でも封鎖する価値がある景色よ。さあ、これが私たちの仕事の成果だね。準備できた？できた。ここに来て。なんで？いいから、早くしなさいよ。あ、わかった。そこから僕を突き落とすつもりだろう。かもね。本当に最高の眺め。いいから、ほら。これ、リバーとジョニーが一緒に乗ってるシャトルなんかな。ん？今一瞬映ったかな？乗ってる人たちが。あ、左下と右下、これジョニーとリバーじゃない？
これジョニーの容体がやばいんじゃないか。だっていつかは友達になるんだから。やばい。なんかこれさ、フィクションだって分かってもさ、もう泣けてくるわ。こういう話があってもいいかもね。ああ、幸せだろうな、これ。ジョニーからしたらさ、リバーと一緒に月に行ってんだもんな、今。ああ。さりげなく、ニール頑張ってんね。拒絶させられてたけど。どんまい。あー、泣けてくるよ。あ、結婚式だ。あ、上位が増えてる。今までの記憶に上位がさらに加わって、あー、泣けてくんだ、本当にマジで。あー、で、これ、老後か？リバーと一緒に灯台を見ながら。ああ、月だ。ちょうど。うわあ。ああ、終わったかな、これで。いやあ、もう、やばい、もう最後の最後に入ってしまった。心臓止まるタイミングとさ、手繋ぐタイミングと月が出るタイミングがもう、会えすぎでしょうがよ。うわ、やばい。あ、で、これなんだ？あ、ちっちゃい時の。トゥーザムーン。あー、ほんとね。いいゲームだったなんだろう。最初はなんか、あんまりなんだ、掴めないなーって感じだったけどさ、なんか、だんだんゲームをやるごとに、あ、こういうゲームなんだって分かってきて、それでも最後はもう泣かせに来てるからな、やばかったな。後半、本当にもう、泣きそうになる部分が多々あってさ、前半そんな欠片もなかったんだけど、なんか、ね、ホラーなんかコメディなんか分かんねえなーって感じだったけど、最後にちゃんとしっかり泣かせてくれたね。いや、いいゲームだった。あー、なんかドクターとリリーさんで最後さ、一緒に記憶を共有できたことがまた良かったのかもしれないね。あれがね、死にゆくジョニーとさ、ニールとさ、エヴァだけの記憶だとしたら、それはそれちょっと悲しいものがあるよね。うん、まあ、ジョニーが良ければ全ていいんだろうけどさ。いやー、
まあでもこれは、この終わり方はちょっと賛否両論あってもいいとは思うよ、俺は。ちょっとなんか、いろんな意見があってもいいかなとは思いますね。どっちがいいかはやっぱ人それぞれだな。ここにいるよ。ありがとう。もう行っていいよ。リリーさんに家を相続させようだなんて遺言、未だ信じられないんだけど。じゃあ他に誰がいるんだよ。僕らか。家を建てるにはひどい場所だよな。地滑りが起きたら魚と一緒に泳げちゃうぜ。戻るにはまだ少し早いか。いや、もう十分でしょう。いい着メロだな。本当だ。ね、パート2ぐらいで、パート1かパート2ぐらいで聞いたやつはすんげー悪かったのに。はい、エヴァです。そっか、リリーさんに相続させたんだね。今から向かいます。新しい感じは？だって。じゃあ行きますか。休む間もなく？次の感じは？忙しいな。あ、でもちょっとは時間経ってんかな。お？なんだ今これ。ニールがちょっと。病気、どっか患ってんのか。エピソード1、トゥーザムーン。そういえばなんかたびたびニールなぁ、怪しい行動をとってたんだよなぁ。あー。続くんかなこれ。次のシリーズに。はぁ、終わったかなこれで。プレス、一応これで終わりなんかな。どこのボタンだ？ごめん、ちょっと待って。これか。さあさあ、これちゃんと映ってるかな？大丈夫かな？というわけでね、トゥーザムーンの実況プレイ、これにて完結となります。ここまで見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。本当にとってもいいゲームでしたね。うん。多分見てくれて分かったと思うんですけど、多分自分でプレイしたらさらに感動がより一層深まるんじゃないかなと僕はそう思います。はい、というわけでトゥーザムーンの実況プレイここで締めたいと思います。本当にありがとうございました。いやーね、トゥーザムーンは1008円かな、スチームで購入することができるので、皆さん気に入った方はぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけでね。はい、これにて、2段目の実況プレイ、してみたいと思います。ありがとうございました。失礼します。またどこかで、会う機会があったら、その時はまたよろしくお願いします。というわけで、さよなら。